カナダ海軍が通常動力型攻撃型潜水艦の取得を計画し、日本の大鯨型潜水艦に目星をつけたらしいという情報が入ってきました。今回はカナダが日本の大鯨型潜水艦に注目するものの、攻撃型潜水艦は現地建造なので、防衛省は再び落選の可能性について見ていこうと思います。実は日本の潜水艦は現地建造には弱いのがネックなのです。実際、オーストラリアでの現地建造を理由に、一度入札に落ちた苦い経緯があるのです。フランスが落札したのですが、そのフランスは、原子力潜水艦建造については、アメリカとイギリスに負けた。最後まで見てください。日本の防衛力の用途されているものの一つが、防衛力整備計画に基づいて、2023年3月に実現した潜水艦隊22隻体制ということは、多くの人が認めるところとされています。2024年での開示の潜水艦隊を、古い方から紹介します。親潮型8隻、双竜型12隻、大鯨型2隻で22隻体制となります。これに、親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しています。この22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するため、三菱重工業者と川崎重工業者が学年で新造潜水艦を供給しています。この流れで建造能力やインフラ保持も確保されているわけです。こうした状況下、海上自衛隊に実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級である親潮型の中でも2000年平成12年3月に就役した3番艦うつしおは今年で25年の艦齢となります。海自の潜水艦はすべて通常動力型攻撃型潜水艦ですが、機関部の構成は艦級ごとに異なり、艦級と同様大きく3種類あるそうです。一番古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式です。これは世界史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前から存在している古典的な構成ということです。続く、双竜型は、1番艦、双竜から10番艦の双竜までの10隻は、ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機に、スターリング機関も備えたディーゼルエレクトリック方式で非待機依存推進方式になります。そして、双竜型11番艦を雨竜、12番艦闘竜、現在最新鋭である大鯨型は、ディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式ということになります。双竜型11番艦を追う、竜以後の機関構成について説明します。世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式ですが、安全性に問題があるとされ、採用が進まなかったリチウムイオンバッテリーの問題をクリアできたということで注目を浴びたそうです。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは非待機用推進を採用することが必須という雰囲気が強かったのですが、双竜型11番艦王竜の就役以後は認識が変化してきたとも思われます。こういった海自の潜水艦の配備状況の中、かつては、オーストラリアのアタック級の後継艦として、双竜型が初めての海外輸出となる可能性が期待されたこともあったのですが、叶わなかったのです。オーストラリアは、この時、フランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決定しました。しかし、後に、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回することになったのです。オーストラリアは、オーカスによって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達しました。それ以後は、イギリスと新しい攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったというわけです。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は、今後、厳選に一気に傾くだろうと推測されましたが、
高額な建造費や維持費の費用対効果を実行すれば、通常動力型攻撃型潜水艦の需要はまだまだ残っていると思われます。2023年の段階で、通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国を具体的に紹介します。オランダ、ポーランド、ルーマニア、エジプト、インド、フィリピン、アルゼンチンなどとなります。カナダも計画していますから、インドとカナダ以外は、広い海域が戦場化するとは考えにくい国が、主として、費用対効果の良い通常動力型攻撃型潜水艦の調達を考えているように思われます。インドの場合、広大なインド洋防備と、対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備、警戒のため、通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいると見られます。この考え方は、中国やロシアとも似通った運用方針ではないかと見られるのです。カナダの地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海があり、広大な海域を守備範囲として抱えていることがわかります。また、最大の同盟国であり、NATO 加盟でもあるアメリカに隣接しているので、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうです。現在のカナダは、イギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として1980年代に建造したアップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ヴィクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているそうです。この現ヴィクトリア級潜水艦のサイズですが、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルです。主兵装は、艦首部に備えた6門の 533mm 魚雷発射艦です。この艦は、1990年から1993年にかけてイギリス海軍で就役していましたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化と決定したため、1993年から1994年にかけて退役しました。カナダ海軍は、2000年から2004年にかけて再就役させたというわけです。現ヴィクトリア級潜水艦は、イギリス海軍で、わずか1から3年ほどしか運用されなかったので、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形なのですが、カナダ海軍では、兵装の対艦ミサイルや機雷を取り払い、長魚雷だけで運用しています。このような兵装の省略から、カナダ海軍が現ヴィクトリア級潜水艦に求める能力を推測すると、純粋な哨戒任務が主と見られますが、現時点では、イギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているので、かなり老朽化が進んでいると言えましょう。そのため、カナダの国防省は、CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置。2034年の退役を予定している現ヴィクトリア級潜水艦と代替する方針を進めているそうです。この CPSP では、カナダ海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦を建造可能な国を、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と公表しています。ここで CPSP が求める潜水艦の4点の仕様を説明しましょう。1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海で運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応です。カナダは現行のヴィクトリア級潜水艦を4隻保有しているのですが、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするためには最低でも8隻、最大12隻を調達する希望があると示唆しているのです。報道によれば、すでにCPSP は、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とも交渉していて、実際に、韓国や日本に視察に訪れたとも囁かれています。前述のカナダが求める4つの潜水艦の使用に限れば、日本の大芸型は全要件に合致するという見方があります。しかし、潜水艦を多数購入したい国の大半が、自国での製造を望んでいます。雇用対策や輸送時間、経費を考えれば当然でしょうね。カナダが購入する潜水艦は、
自国内建造と要件に加えれば、日本には、残念ながら、そうした実績はありませんから、日本は落選することになりそうな気がします。